ハンダ駅は愛知県ハンダ市三ゆ町にある東海旅客鉄道竹豊線の駅である。駅番号は CE07。大府駅と竹豊駅を結ぶ竹豊線の中間駅にあたる駅である。竹豊線の開通と同時の1886年に開業した愛知県下では最も古い駅の一つ。駅の施設には 明治時代から使用されているものが残っており、そのうち古巣橋は1910年完成。現存する JR の古巣橋では、最古とされることがあるが、山陰本線8日駅には1907年、山陰本線大田市駅には1890年の古巣橋が現存するので、正確には建築当時から同じ場所にあるものでは最古である。 現在、竹豊線には貨物を取り扱う駅は存在しないが、かつては一部の駅で実施していた。ハンダ駅もその駅の一つである。ハンダ駅の貨物営業は、1886年の駅開業時に開始され、1975年の木浦臨海鉄道ハンダ線の開業に合わせて廃止された。戦前の主要取扱い貨物は、発送品が、 大豆かす、飼料、ビール、酢、雑穀、到着品が、麦、米、麺紙、麺貨である。戦後は、1955年度では発送品が肥料、酢、飼料、コーンスターチ、到着品が、肥料、米が主なもので、貨物営業末期の1970年代では、飼料、肥料、コーンスターチの発送と肥料、米の到着が主体になっていた。 半大駅付近の連続立体交差事業について愛知県建設部は事業評価監視委員会から事業着手の了承を得た2020年度の着工を目指す事業完了は2027年度の予定 JR 東海では利用客が1日3000人以上の駅についてバリアフリー設備を整備する段差改良工事を進めているが 当駅もこの対象となっているものの、上述の連続立体交差事業が進行する。暁には、バリアフリー設備が整備された、高下駅に変わる計画であるため、この工事は行われない。島式ホーム一面二線の地上駅。交換駅であり、単線の竹戸予線で列車の交換が可能な駅の、一つ。安全側線が二番線の竹戸予報と三番線の、往復型に、 それぞれ一箇所ずつ設置されている。かつては東側にもう一つホームがあり一番線も存在した。その線路は撤去されており一番線は欠番である。駅舎は旧一番ホームに接する島内の東側に設置されている。リニューアルされているものの1912年に建築された木造駅舎である。 駅舎内部には JR 全線切符売り場と自動券売機が設置され、改札口には遠いか用の自動改札機が導入されている。駅員が配置されている友人駅で JR 東海の子会社である東海交通事業に業務を委託する業務委託駅に分類される。かつては駅長が配置される直営駅で管理駅として、 武豊線のオー駅を除く各駅を管理していたが、JR 東海は2013年10月1日より、武豊線内6駅に集中旅客サービスシステムを導入し、当駅は6駅への現地出動拠点とした上で、直営駅から業務委託駅とされた。現在の管理駅はオー駅となっている。駅舎とホームを結ぶために設置されている古戦郷は前述の通り、 1910年11月に完成した建築当時と同じ場所で現存する中では JR 最古のものである。古戦橋に隣接してレンガ積みの危険貧庫が残るが、これも古戦橋と同時期の1909年に作られている。2010年の段階では、校内の古戦橋は電化後の高さの規定に定触するものの防護措置を行って、 使用を続ける予定と報じられた。しかし、古戦郷と危険貧庫のいずれも高架化工事の作業を支障する位置にあるため、今後駅前に完成する公園に移築し保存される予定となっている。愛知県統計年間及び、北半島の統計によれば、1日平均の乗車人員は以下の通りであった。また、明治時代末期にあたる1910年度の乗車人員は、 1>, 1日平均で359人であった。1950年度から1975年度までの貨物の取扱量と、1972年度から1983年度までの荷物の取扱量は、以下の表に示す通りに推移していた。中心市街地は、名鉄下半田駅で、乗降客数も当駅の10倍近いが、市役所の最寄り駅は当駅である。 駅東側の駅前には、半田駅前バス停があり、駅と半田市南部、または北部を結ぶ地下乗り合いの路線バスが、発着している。路線と主な行き先は、以下の通り。また、駅南西方向に、徒歩5分ほどの場所には、末広町バス停があり、半田市南部及び、常滑市、中部国際空港方面を結ぶ同社のバスが、発着している。ありがとうございます。